は JHOBTV さんとのコラボ企画、関西が誇るオタクの街デンデンタウンで1万円使い切っちゃいます。グルメ情報あり、お買い得情報ありの楽しい数十分、素晴らしい出会いをしよう。お前もゲーミングファミリーにならないか。ゲーミングお母さんのワールドへいらっしゃい。というわけで、関西が誇るオタクの街デンデンタウンに出発よ。おもかじいっぱい。この企画絶対関西人として負けられない。いいもん安いもんぎょうさん買うで、見といてな。というわけで到着しました。ここが私のホームデンデンタウンよ。買い物上手な関西のおばちゃんの底力見といてよ。その前にまずは腹ごしらえ。せっかくなのでデンデンタウンのグルメ情報をお届けしましょう。今日はお休みで残念でしたが、ここのカツ丼はすごい。とにかく食べてみて、ポミエさん要チェックよ。見てこのカツ丼すごいでしょ。とにかく安くて美味しい最高のお店よ。そしてポミエさんの隣の夜間亭さくらさん、ここも要チェック。ここはインスタントラーメンの専門店、私のおすすめのお店よ。そしてこちらの王将も特徴的なお店だったんだけど、今日はお休みでした。休店してらっしゃる。そうなの。ここのデンデンタウンセットっていうセットが異常に安くて、私よく食べていたんですけれども、この店舗がなくなるのめっちゃ悲しいです。あの全国に王将はあると思うんですけど、このセットは本当に安かったんですよ。気に入ってたんだけどな、残念です。それでは今日はこちらのお店をご紹介しましょう。シンズキッチンさんです。こちらは本格的なスパイシーカレーが食べれるお店。こちらのビリヤニは本当に美味しいの。今日はランチをいただきたいと思います。レッツゴー。店内はこのような感じです。私が注文したのは8種類のカレー、そしてこのカレーにナンがついていて、お値段は1400円。ホみたいに安い、そしてめちゃくちゃ美味しい。大阪のデンデンタウンに来たら一度は食べてみて。ほんまに美味しくて絶対ハマるから。お腹もいっぱいになったし、じゃあ買い物行くか。あ、お腹いっぱい美味しかったです。では行きましょうか。本題行きましょう。鬼滅グッズというくくりで、まあ、フィギュアとかアクスタとかクリアファイル、何でも鬼滅くくりだったらいいかなと思っております。日本橋の方で1万円分買って帰りたいと思います。行ってみよう。ではまず羅針盤さんに行ってみたいと思います。買ってきました。袋大きいんですけど中身そんなに入ってないです。アニメイトさんの方も見てきたんですけれども、欲しいもんいっぱいあるんですよ。欲しいもんいっぱいあるんですけれども、まあ動画を見てる人にはこれ持ってるよっていうものばかりかなと思ったので、羅針盤さんだけお買い物してきました。では他の店舗にも行ってみたいと思います。すごい、めっちゃ安そう。駿河屋さんです。行ってみましょう。次はトレジャラスさんに行ってみたいと思います。買ってきました。1300円分買ってきました。残りが6000と6670円。まだまだ買えそうです。欲しいものがねいっぱいありますね。ガチャ回してもいいんだけど、それだと面白くないんで、やっぱり安いグッズを探していきたいと思います。この交差点を私の方向から見て左に曲がると UFO テーブルカフェ大阪があります。私たち鬼滅女子の大切な場所です。今日もねたくさんね女の子とスライドしました。新しいクリアファイル持ってたんで、あカフェ行かれてたんだろうなと思って見ていましたじゃあこっち駿河屋さんの乙女館さん、ちょっと覗いていきたいと思います。買ってきました。合計金額は800ちょいぐらい使ったかな。残り5800円ぐらいです。まだまだ買えますね。半分ぐらいしかまだ買ってない。頑張って買いたいと思います。楽しいじゃあケイズックさん行ってみたいと思います。はい、ケイズックさんでお買い物してきました。1901円だったかな。残りが3900
31円かな、ちょっと見えない、32円かもしれない、まあ4000円近くまだあります。次はトレジャラスさんに行ってみたいと思います。買ってきました。1300円使いました。残りが2600円ぐらいかな。まだもうちょっと残ってるのでお買い物続けたいと思います。たくさん買いました。これで1200円ぐらい買っています。あと残りが1300円ぐらいになりました。次でラストぐらいかな。行ってきます。最後1380円のものを買いました。所持金が1343円だったので37円出しました。すべて1万円使い切りました。やりました。ではお家に帰って開封したいと思います。楽しかった。日本橋から帰ってきました。はい、こちらに1万円分の鬼滅グッズがあります。領収書もこちらの方にしっかり置いておりますので、今から値段を照らし合わせながら開封していきたいと思います。結構買ったね。どっちから行こうかな。こっちから行きましょうか。1万円でこんだけってお得じゃないですか。これぐらいの福袋はよく売ってると思いますけど、それともう一個同じぐらいのサイズのこの2つで1万円は結構安いと思います。ではこれから行きましょう。これ何買ったかな。もうこの間のことなのに忘れている。こちらね、トラベルポーチです。これね、2つで880円です。めっちゃ可愛いです。発売していた当時は2000円のお品だったので880円安いなと思います。もうちょっとかけます。じゃ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 ーん。丸井さんとのコラボの時ですね。ブランケットです。これは発売されてる当初は3000円ぐらいだったと思います。はい、こちらのお品を1100円で購入することができました。めっちゃ可愛い。懐かしい。豪華ですよね、今考えたら。キャラクターめっちゃいっぱい使ってる。はい、ということでブランケットでした。これいきましょうか。これまずこちら、一番くじの湯飲みを買いました。これね、1個200円で買ってます。だから合計400円のお品です。柄はどちらも善逸柄です。こんな感じで善逸柄に合わせてみました。懐かしいですね。こんな感じで、はい、2つとも善逸です。1つで買うより2つあった方がこうペアで使えるなと思ったので2つ買いました。こちら、これも一番くじの景品です。これがなんと100円で購入できました。猪之助柄を買ってます。はい、出てきました。じゃ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 ーん。猪之助のグラス100円で購入してます。シールを買いました。これしのぶさんが300円、ねずこちゃんが200円です。あ、これはねめちゃくちゃ安いってこともないんですけれども、推し活バッグに貼りたいなと思って買ってきました。はい、これも一番くじの景品なんですけれども、手ぬぐい1個100円で買ってます。はい、これ猪之助と善逸と炭治郎、ねずこちゃん柄かわいいですよね。こちら炭治郎と縁無柄です。こちら蝶々の柄となっております。これ全部で1300円で買い物しました。では次行きましょう。次がふわコロリンのみつりちゃんと、これアニズキンのみつりちゃんです。かわいい女性キャラは私みつりちゃんをしてるんですけど、このみつりちゃんを見てくださいよ。もう目が合った瞬間買って帰ろうと買ってしまいました。これもそんなにめちゃくちゃ安くはないんですけれども、もう目が合ってしまったので出会いやなと思って買ってきました。かわいいです。あー、イグローさんの隣に飾ろうと思います。これ行きましょう。こちらフィンガーマスコットコレクションボックスで買ってきました。これは全10種類が入ってるんですけれども、発売当初は1つ800円でボックスで買うと8000円だったんですけれども、今回私1650円で購入しています。めっちゃ安くないですか。あの2000円ちょっととかでボックスで売ってることはちょこちょこ見るんですけど、1650円は私初めて見たのでめちゃお得やなと思って買ってきました。はい、本当に1650円です。このね、紙袋50円で買ってます。これ一番初めに買った商品なんですけど、いやめっちゃお得やなと思って、一応開けます。開けましょうか。せっかくなんで開けていきましょうか。おー、
出てきた、すごい。これだけで1動画撮れそうなんですけど。まあ第1弾なんでね、懐かしみながら開けていきましょうか。幸せですよね、これも。じゃーん、伊之助、無惨様、サービト、かわいい、鱗滝さん。幸せしかなくない？なんて幸せな開封なの。贅沢、1600円で楽しめるな、これ。しのぶさん、げんやくん、かなおちゃん、はい、出ました、たんじろー、最終選別バージョンよ。まこもちゃん、ラスト、鋼塚さんがまだ出てないかな。はい、鋼塚さんでした。はい、というわけでフィンガーマスコットコレクション全10種類1650円で購入できました。嬉しい。ひとまずここに置いておきましょう。はい、できたかな、見えるかな、よいしょ。では次行きましょう。じゃ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 ーん、全6種類コンプリートできてます。880円で購入することができました。すごくない？フルコンプしてますし、880円はめっちゃお得だなぁと思って買ってきました。ちょっとね、値下がりしてるんですよね、けど 30% オフになってるんですよね、最近。これめちゃくちゃ安いなぁと思って買ってきました。こんな安くで手に入るなんて。一応ね、ディグっていて奥の方から出てきたんで、おおと思いましたね。頑張って探してよかった。日輪刀アイテムコレクションフルコンプ880円です。では次行きましょうか。こちらとこちらを買ってきました。これね、お値段ついてないんですよ。お値段ついてないアイテムは110円で購入できるということで、2つで220円で購入しています。はい、これも全部110円で買ってるんですけれども、無一郎くんのマグカップと赤座のボトル、これ一番くじの景品ですね。でこちらですね、ポスターコレクションの炭治郎、110円で購入してきました。めっちゃお得です。では続いてこちらの紙袋行ってみたいと思います。まだまだいっぱいあるよ。よいしょ。これね、同じところで全部買ってますね。合計金額が1290円でこんなに買いました。大きいのからいきましょうか。よっ、こちら天元様のクッション、これがなんと200円で購入してます。めっちゃ安くないですか。もういいんですかみたいな感じで買ってきました。じゃーん、これねずこちゃんのぬいぐるみなんですけれども、110円で購入しました。めっちゃ嬉しかったです。探してよかった。よし、ここに飾っておきましょう。それからこちら、じゃ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 ーん、これねずこちゃんの時計です。多分ね、もう電池がなくなってますけど、こちら価格は110円で購入しています。めっちゃお得じゃないね。それからこちら、じゃーん、またまたね、グラスを買いました。これは一番くじの景品です。絵柄はね、煉獄さんを見つけたのでゲットしてきました。はい、よいしょ、あ、見えるかな、よいしょ、煉獄さんでーす。グラスが300円。どう思います、奥さん、300円、めちゃくちゃ安いですよね。そうなんですよ、もうこれ見た瞬間に絶対買うと思って買ってきました。それからこちら、じゃ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 ん、またまたマグカップ、これしのぶさんのマグカップなんですけれども、価格がなんと、じゃん、50円で見つけてきました。じゃーん、覚えてらっしゃいます、皆さん、ローソンさんのキャンペーンでもらえたやつですよね。あい、ねずこちゃんのタオル、ハンドタオルが220円でゲットすることができました。めっちゃ使い心地がいいんですよ、これ。これなんぼでも欲しいなと思って。220円、安っみたいな、すぐ買いました。じゃーんと出てきました。これバッグです。懐かしい。結構入るんですよね、これ。これ UFO さんのカフェに行く時とかめっちゃ良くないですか。こんなに街があって、オタクグッズが山ほど買えるこのバッグが、なんと300円で購入することができました。めっちゃ安い。はい、レシートここにありますけれども、合計金額
1290円で購入しています。めちゃめちゃ安くで買えました。ここ優勝でしたね、駿河屋さんです。動画でも見ていただきましたけれども、最後に1300円ぐらい余っていたので、前から目をつけていたフィギュア買ってきました。こちらじゃ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 ん。そうなんですよ、煉獄さんのスーパープレミアムフィギュアなんですけれども、1380円で購入しています。1380円だったらめちゃくちゃ安いこともないんですけれども、街で見かけるちょっと安いなっていうのが1500、600円ぐらいで、それよりちょっと安かったですし、ちょうど本当にミラクル1300円ぐらい残ったので、最後煉獄さんを購入して締めて1万円使い切ることができました。楽しかったです。というわけで、私が購入した商品すごいですよね。こんだけ買って1万円です。ほんまに1日かかって撮影しました。めっちゃ歩きました。でも歩いた甲斐があったなと思っております。まあ、今回ね、ぜほび TV さんの1万円企画もうすごいですよね。30チャンネル以上がご参加されていらっしゃるんでしょうか。私も今回ご一緒させていただけて本当にもう光栄です。すごく楽しかったです。この番組を見て面白かったな、また次も見てみたいなと思われた方、ぜひぜひチャンネル登録お待ちしております。ジェホベ TV 様、この度は素晴らしい企画をありがとうございました。また機会があったらよろしくお願いします。はい、というわけで皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。